ゆで豚でもできたかしら。お母さん、なんてことするんですか。何のことかしら、私は知らないよ。私がお風呂に浸かっていると、徐々に温度が上がっていき、叫びながら湯船から飛び出すほど、お湯は熱くなった。お風呂のコントロールパネルを見てみると、温度はマックスの78度。脱衣所の方から姑の声が聞こえた。姑の嫁いびりは前からのことだが、今回ばかりは我慢できない。私は妊娠中であり、今は臨月だ。もしお腹の赤ちゃんに何かあったらどうするつもりなのだろうか。あまりの仕打ちに私はすぐに夫に相談した。夫も姑の態度には以前から困っていたが、夫も私と同様にできれば波風を立てたくないと思っている。そのため二人でどう対応したものかと悩んでいた。それから一週間後、我が家で大事件が起こった。ギャー、熱い、助けて。料理をしようとした姑が火に包まれて、キッチンの床を転げ回っていた。また、コンロからは火柱が上がっている。火は何とか消し止められたが、姑は病院に運ばれた。姑は全身に火傷を負ったものの、火傷自体は軽いもので、入院の必要はなく、しばらくの通院で済んだ。ただ、家では火傷の薬を塗らないといけない。手が届かないところもあるので、姑の薬を塗るのは私の役目だ。日頃の恨みを晴らすために、その薬に少しいたずらしようと考える私は悪い嫁だろうか。私は29歳の主婦でパート勤務をしている。夫の和樹と結婚したのは2年前で、今は姑の吉見お母さんと夫の実家で同居中だ。夫は一人息子であり、私と結婚前に義父は亡くなっている。姑は66歳とそこそこ高齢であり、一人にはしておけないということで、結婚後は姑の実家で同居することとなった。嫁姑問題で悩む人は多いだろうが、私と姑の関係は良好だ。そのため何の問題もなく生活ができている。何事もなく平和であることが私は幸せなことと思っていて、これ以上の幸せを望むのは贅沢だと思っていた。しかし、結婚から2年、私たち家族に新しい幸せが舞い込んだ。私、妊娠2ヶ月だって。本当か？やったな。私の妊娠が発覚して、夫も姑もすごく喜んでくれた。だが、多くの幸せを抱えるのは、やはり贅沢だったのだろうか。この妊娠が思いもよらない出来事のきっかけとなってしまう。妊娠が発覚して私はパートを辞めた。辞める必要はなかったかもしれないが、体調不良で急に仕事に行けなくなったり、私の体で周囲に気を使わせたりなどすれば迷惑がかかる。そのため、ひとまずパートを辞めて、出産や育児が落ち着いたらまたパート探しをすることにした。夫も姑も私の考えを認めてくれ、パート先もいつでも戻ってきていいと言ってくれている。収入は減るが、夫の収入であれば夫婦の生活に問題はないだろう。パートを辞めた私は、これで出産に集中できると安心した。しかし、それから3ヶ月後、不況の煽りを受けた夫の会社が人件費削減のために大量のリストラを実施することになり、不運にも夫はリストラ対象となった。これから子供ができるって時に本当にすまない。このご時世だもの、あなたのせいじゃないわ。すぐに転職先を探して何とかするから。失業保険や退職金はあるものの、これから出産で何かと物入りだ。そのため、夫はすぐに転職活動を始めた。私もパートに出ようと思ったが、すでに妊娠5ヶ月でお腹も大きくなってきていたので、夫と姑に止められた。ありがたいことに、姑はこれから子供が生まれる私たちが貯蓄を切り崩すべきではないと言って、夫の転職先が決まるまでは、私たちの生活費を出してくれることになった。私たち夫婦は姑にとても感謝した。しかし、この日を境に、姑は少しずつ別人のようになっていった。昼食を食べ終え、少し体調が悪かった私は、片付けの前にちょっとリビングで休憩していた。そこに姑がやってきて、私に声をかける。ちょっと、まだ洗い物が残ってるでしょ？何をのんびりと座っているの？
すいません、少し疲れてしまって、ちょっと休んだらすぐに洗い物はしますから。あなたはパートに行かなくてよくなったからずっと家にいるのよね。休憩なんて贅沢言ってないで、さっさと洗い物を始めなさい。わかりました。すぐに洗い物をしますから。私たちの生活費を出してくれるようになり、大黒柱的存在となった姑は徐々に気が大きくなっていき、家の中でひどく威張るようになった。特に嫁という立場的に弱い私に対しては夫よりも当たりが強い。小言は当たり前で家事は私に丸投げするようになった。人は立場が変わればこんなにも変わるものなのか。ただ生活の面倒を見てもらっていることは事実であり、出産に向けて家の中で余計な波風を立てたくなかった。そのため私と夫は姑の態度には何も言わないことにしていた。はん、妊婦だからといって甘えるんじゃないよ。お腹が大きくても家事はできるんだよ。私が和樹を妊娠した時はお腹が大きくても家事をしてたんだからね。お母さん、私は甘えてるつもりはないんですけど。言い訳しない。事実、あなたはさっきまでのんびり座っていたじゃないの。それは、今日は少し体調が悪くて。ほら、また言い訳して。そうやってだんだん言い訳を増やしていって、そのうち何もしなくなるんでしょ。サボり癖のある人ってみんなそうなのよね。大きなお腹で家事をしていた姑は偉いと思うが、妊娠の大変さを知っているなら、もう少し気を使ってくれてもいいのでは？私は姑にいろいろな理不尽を感じていたが、夫のリストラから3ヶ月後、ついに夫の転職先が決まった。だが、夫の転職先が決まり、姑から生活の面倒を見てもらわなくなっても、姑の態度は変わらなかった。今日の夕食は外食に行こうかね。え、もう夕食は作りましたよ。それに、ちょっと歩くのは辛くて。じゃあ、あなたは家で一人で食べてればいいんじゃない？私と和樹で行ってくるから。やれやれ、また始まった。私と夫は同じ困った表情をして顔を見合わせた。姑は妊娠8ヶ月でお腹の大きい私が外食に出ることが辛いことを分かって言っている。ここで夫が誘いを断れば、姑は騒ぎ出して面倒になるし、私も姑と離れていた方が楽だ。そのため、姑を外食に行かせようと、私たちはアイコンタクトと表情で無言の会話をした。すでに夫は転職したので、私たちはもう姑の態度に我慢する必要はない。夫は姑と二人で食事をすることになり、いい機会だと思って注意してくれたようだ。夫との食事から帰宅した姑は私を睨みつけた。これで姑には少しは反省しておとなしくなってほしいものだ。しかし、夫から注意された姑は、注意されて怒りが増した分、逆に私への当たりは強くなった。もちろん、私は夫に嫁いびりが続いていることを相談している。だが、姑の態度は変わらず、いい対応方法を見つけることもできないまま、2ヶ月が過ぎた。もうすぐ生まれるな。出産には絶対に駆けつけるからな。うん。でも仕事に就いたばかりだから無理しないでね。私頑張るから。私は臨月を迎えたので、転倒やストレスなどに今まで以上の注意をするようにした。ただ、私をいびろうと、常に家の中で見張る姑からのストレスは避けようがなかった。そのため、姑の目から離れられるお風呂は私にとって安らぎの場だ。季節は冬で脱衣所は寒い。私は早くお風呂に入ろうと急いで服を脱ぎ、メガネを洗面台の上に置きシャワーを浴びた。湯船に浸かるといつもより暑い気がしたが、寒いから温度差で暑く感じているだけだろうと思って気にしなかった。しかし次第にお湯は熱くなっていき、私は我慢できなくなり、湯船から叫びながら飛び出した。熱い！お風呂の壁にあるコントロールパネルに目を近づけてみると、温度はマックスの78度になっていた。私が不思議に思いながらお湯の温度を下げていると、脱衣所から声が聞こえた。みっともない声出して、ゆで豚でもできたかしら。お母さん、なんてことするんですか？何のことかしら？
私は知らないよ。姑の嫁いびりは前からのことだが、今回ばかりは我慢できない。私は妊娠中であり、今は臨月だ。もしお腹の赤ちゃんに何かあったらどうするつもりなのだろうか。お風呂の温度設定はキッチンのコントロールパネルからもできるので、姑はキッチンからお湯の温度を上げ、脱衣所に静かに入って私の反応を楽しんだのだろう。私は知らないって、家の中でこんなことするのお母さんしかいないじゃないですか。私じゃないって言ってるでしょ。和樹もこんなことしないだろうし、お風呂が壊れちゃったのかしらね。ふざけないでください。こんなことして危ないとは思わないんですか？私じゃないって何度も言ってるでしょ。それに暑ければお風呂から上がればいいだけじゃない。やけどはした？してないでしょ。確かにお湯は徐々に熱くなるので、やけどする前にお風呂から出ることはできる。しかし、慌てて湯船から出て転びでもしたら大変だ。私は臨月なんですよ。赤ちゃんを危ない目に遭わせないでって言ってるんです。一体何を考えてるんですか？出た出た。あなたお得意の私は妊婦です。何でも妊婦を盾にするんじゃないよ。私は赤ちゃんを盾にしてません。ただ元気な赤ちゃんを産みたいだけなんです。元気な赤ちゃんを産むために私には優しくしなさいって言いたいのでしょ？それを盾にしてるって言うんだよ。私はそんなにおかしいことを言ってるだろうか。百歩譲って私へのいびりは構わないが、お腹の赤ちゃんを危険な目に遭わせた姑は許せない。今回の仕打ちはあまりにひどいので、私はすぐに夫に相談することにした。お風呂でのことを私はすぐ夫に伝えた。これまではなるべく穏便に済ませたいと思っていた私たちだったが、姑のあまりに危険すぎる行動に早急な対応が必要だ。今回はお風呂で転倒する危険性があり、今後はこの危険な行動がエスカレートしないとも限らない。このままではいけないと思った私たちは、ある決断をして、翌日から行動を起こした。お風呂の件から一週間後、早朝にキッチンから姑の叫び声が聞こえてきた。ギャー！熱い！助けて！私たちは異常な声に目が覚め、キッチンへ向かうと、そこには火に包まれて、キッチンの床を転げ回っている姑がいた。また、コンロからは火柱が上がっていて、火災警報器の音が鳴っている。私はパニックになって思考が止まってしまい、その場から動けなくなってしまったが、夫はキッチンの隅に置いてあった消火器を、姑とコンロの火柱に噴射したことで鎮火。火を消した後、私は救急車を呼び、姑は病院に運ばれた。また、救急から消防にも連絡が行き、消防署の人が来て状況の確認もされた。姑は全身に火傷を負ったものの、不幸中の幸いか、火傷自体は軽かったようで、入院の必要はなく、治療は通院と薬で対応できるらしい。母さん、大丈夫か？火傷はそれほど大したことはないけど、治療には少し時間がかかるって言われたわ。本当、災難だったわ。私たちびっくりしましたよ。どうしてあんなことになったんですか？あんたがまともな朝食を作らないからだよ。どうして病院に来てまで姑に怒鳴られなければいけないのか。姑の話では私が最近動けなくなり、朝食が簡単なものしかできなかったので、自分で朝食の卵を焼こうとしたそうだ。しかしコンロに火をつけ、フライパンを置いたところ、急に体が火に包まれたらしい。消防署の人の話によると、表面フラッシュ現象とのこと。表面フラッシュ現象とは、衣類の毛羽立ちを伝って一瞬で服全体に火が広がる現象であり、冬は静電気によって衣類の表面が毛羽立ちやすいので起こりやすいそうだ。一瞬で体が火に包まれたことで、姑は手に持っていた油を落とし、コンロに火柱が上がった。私も朝食で火を使うので注意しなければいけない。火はコンロと周辺の壁、換気扇を焼き、キッチンの床も焦げたので修繕が必要だ。少し不便だが、カセットコンロと電子レンジがあればなんとかなるので、料理で困ることはなさそうだ。火事の翌日から姑は家で薬を塗るようになった。
しかし背中などの自分の手では届かない場所にも火傷はある。そのため姑に薬を塗るのは私の役目となった。お母さん、薬塗りましょうか。ちょっと痛いじゃない。もっと丁寧に塗りなさいよ。どうしてこの薬こんなに染みるのかしら。火傷してまだ3日ですから、薬じゃなくて火傷の方が痛いんじゃないですか。ほら、ちゃんと全身に塗らないと。いた、あんたの塗り方が悪いんじゃないの？我慢してください。薬を塗らないと早く治りませんよ。実は薬が染みるのは薬のせいでも火傷のせいでもなく塩のせいだ。私は姑に塗る薬に少量の塩を入れてやった。火傷を洗うとき、ぬるま湯に 1% の量に塩を入れるといいとテレビで見たことがあるので、大量でなければ問題ないはずだ。また、いつまでも姑に塩を塗る気はなく、2日から3日くらいでやめるつもりでいる。ただ、それまでは全身に塩入りの薬を塗りたくってやる。日頃の恨みを晴らすために、このくらいのいたずらなら許されると思った私は悪い嫁だろうか。しかし、この塩入りの薬が私たちの生活を大きく動かすこととなった。さあ、今日も薬を塗りましょうね。ちょっと、痛いって言ってるでしょ？私がいつものように塩入りの薬を姑に塗っていると、痛みに我慢できなかったのか、姑は薬を塗る私を突き飛ばした。それほど強い力ではなかったが、臨月でお腹の大きな私はバランスを崩して倒れてしまった。何よ、ちょっと押したくらいで大げさね。だいたい私が火傷したのはあんたのせいだからね。あんたがちゃんと朝食を作れば、私が料理する必要なんてなかったんだから。おい、大丈夫か？母さん、いい加減にしろよ。横で見ていた夫は、ついに我慢の限界を迎えたようだ。予定より早いけど、もう出よう。出るって何よ。俺たち、この家を出ようと思って、もうマンションを借りてるんだ。お風呂の件があった時、私たちは翌日から夫の実家から出るために部屋探しを始めた。三人家族にちょうどいい物件が近所で見つかったので、私たちはすぐに契約をして、もう入居できる状態だ。しかし、引っ越しは大変なので、私の出産が終わってから家を出るつもりでいたが、姑が火事を起こした。さすがに姑を今の状態で一人にするのはかわいそうなので、空家賃はもったいないが、出産が終わっても、姑の火傷が落ち着いて、キッチンの修繕が済むまで、家を出るのは延期しようと夫と決めた。本当はできるだけ早く引っ越したいところだが、ここは譲歩すべきところだろう。しかし、姑が私を突き飛ばしたことで、夫は堪忍袋の尾が切れ、今すぐ出ようと言い出したのだ。もう母さんとは一緒にいれないよ。俺たちは出て行くから。私を一人にするの？そのマンションは近所なのよね。うちには来てくれるんでしょ？そのつもりだったけど、もうやめたよ。ちょっと、私は怪我人なのよ。キッチンの修繕はどうすればいいの？ごめんなさい。今までは少し調子に乗ってただけなの。実家の近くのマンションを借りたのは、いつでも姑の様子を見に来るためでもあったが、怒った夫はもう姑を見放すようだ。私たちはひとまず最低限の荷物を持って出ようと思い、荷物をまとめ始めた。荷物をまとめ始めた私たちを見て、姑は急激に焦り始め、私たちを説得しようといろいろなことを言ってきたが、私たちはその言葉を無視して荷物をまとめ家を出た。私たちが家を出て、マンションで生活を始めてから2週間後、姑から私に電話がかかってきた。もしもし、何かご用ですか？私だけじゃ生活できなくて。ねえ、あなたたちはどこにいるの？どうして私が住んでいる場所を教えないといけないんですか？私たちは平穏に暮らしているので、邪魔しないでいただけますか？そんなこと言わないで。私が悪かったわ。謝るから。姑は私たちに許してもらいたくて、再び私にすがってきた。姑には年金と義父が残してくれたお金があるので、キッチンの修繕費を支払ったとしても、生活費の心配はしばらくはないはずだ。
しかし、これから足腰が弱くなり、動けなくなれば、一人では生活できない。将来のことを考えて、私たちに戻ってきてもらいたいということだろう。また、夫ではなく私に電話をかけてきたのは、怒った夫より、今まで嫁いびりしてきた私の方が話しやすいと感じたためだろう。だが、私も姑を許すつもりはない。お母さんは私がお腹が大きくて助けてほしい時に私に家事を丸投げしてましたよね。どうして助けてくれないお母さんを私が助けないといけないんですか？それにお金はあるんですから、もし足腰が弱った時のことを心配してるなら、訪問介護の活用を検討されてはどうですか？私が姑と電話をしていると、後ろから赤ちゃんが泣いた。え、赤ちゃんの泣き声？もしかして孫が生まれたの？そうですよ。先日退院したばかりでバタバタしてるんで、もう電話を切ってもいいですか？私が出産したことを姑には伝えていなかったので、姑は電話の向こうで驚いて大きな声を出した。どうして孫が生まれたことを教えてくれなかったの？孫に会わせてよ。妊婦を大事にしない人が赤ちゃんを大切にするとは思えません。怪我でもされたら大変なので、あなたに会わせることはできません。ちょっと待って、見捨てないで。私は姑の言葉を無視して電話を切った。姑から電話がかかってきた夜、仕事から帰宅した夫に姑から電話がかかってきたことを伝えた。私、怒って子供には会わせないって、あなたに相談せずに言っちゃったけど、まずかったかしら。いや、それでいいと思うし、俺に電話がかかってきたとしても同じことを言ったよ。それに、俺のところにも電話がかかってきたんだ。どうやら私に電話を切られた後、姑は往生際悪く夫にも電話をしたそうだ。どうしたの？連絡しないでって言ってあるよね。どうして孫が生まれたことを教えてくれなかったのよ。それに私には会わせないってどういうこと？夫は姑が先に私に電話をかけたことを知らなかったので、最初は何のことかよくわからなかったが、すぐに状況を理解した。こうなったのは母さんの自業自得だろ。孫には会わせないし、もう連絡もしないでくれる？親に向かってその口の聞き方は何なのよ。孫に会わせなさい。私たち二人から電話で突き放されたことで、姑は逆切れして叫んできたらしい。私は姑がどれだけ下手に出ても許してもらえないので、怒鳴ることで夫がひるんで状況を打開しようとかけたのではないかと思っている。しかし、夫はそんな言葉にひるむわけがない。親じゃなかったらこういう口の聞き方をしてもいいってこと？じゃあ母さんとは縁を切ればいいんだな。姑は夫に怒鳴っても効果がなかったので、再び下手に出ていろいろな言い訳を並べてきたらしいが、夫は仕事中だったので適当にあしらって電話を切ったそうだ。夫にも電話をかけたと聞いて、私は姑がしつこく電話をかけてくるようになるのではないかと心配した。私たちはまた電話がかかってきても面倒だと思って、二人で姑の番号を着信拒否に設定することにした。また、姑には私たちのマンションの場所も教えていない。いくら夫の実家の近くといっても、町の中からたった一家族を見つけるのは難しいだろう。それに、どこかで姑に出くわしたとしても、私たちは無視するつもりだ。姑は妊婦の私を大切にしなかったせいで家族を失うことになってしまったのだ。特に孫の顔が見れないことへの後悔はきっと大きいことだろう。私は妊娠をした時、家を出る未来を想像していなかった。夫が予定より早く家を出ることを決断してくれて、私は本当に良かったと思っている。予定より早く家を出たおかげで、出産直前に姑から離れることができ、私は出産に向けて気持ちを落ち着けることができた。また、夫が家を出る決断をしたきっかけは、私が姑に塗っていた塩入りの薬のおかげだ。ただし、この塩入りの薬は、私が姑への仕返しにこっそりやっていたことで、夫も姑も知らない。
もし薬に塩を入れていたことがバレると夫に怒られるかもしれないので、このことは誰にも内緒なのである。姑は66歳で年齢的にはまだ元気だが、やけどを負っているので生活が大変なようで、一人で生活ができなくなるのはもう少し先だろうと思っていたが、すでに辛い状況らしい。そのため、わずか2週間で音を上げて私たちに電話してきたようだ。しかし、姑は私たちの助けを得ることができず、それどころか電話を着信拒否された。マンションの場所もわからないので絶縁状態であり、もう私たちを頼ることは完全にできない。私たちに助けてもらうことを諦めた姑は、私の言った通り訪問介護を利用し始めたらしい。ただ、訪問介護はお金がかかる。火災保険が出たのか知らないので、もしかしたら実費でキッチンを修繕した可能性もある。義父は姑が安心して老後を過ごせるお金を残してくれたようだが、それは私たち夫婦と同居する上であれば十分なお金という意味だ。しばらくの生活は問題ないだろうが、私たちがいなくなった今、将来はお金が足りなくなる可能性が出てきた。夫はそのことを知っているが、それでも姑の手助けをするつもりはないようだ。私は育児に追われていて、姑といた時と変わらずバタバタした生活をしている。しかし、姑との生活と違って、子供のためにバタバタする生活には幸せを感じている。